たの？あのティビ。もうこれいつも使ってた電動ミルっていうんですか、お塩の、どこのお塩だったかな。なんとか島っていう、なんか赤いカニが定期的に大発生する島の、ちょっと待って、ちょっと話まとめてから撮った方がいいのかな。まあいいや。何撮ってたかな。で、そこのお塩が結構美味しいって有名なんですけど、それがなんか、年に1回ぐらいカニが大発生して、大変なことになるっていう島があるんですけど、そこのお塩を使ってたんですけど、この電動ミルが壊れちゃったんですよね。これどれぐらい壊れたかっていうと、これこんなになっちゃって、これってこれとこれくっつければええんじゃないのっていうことで、ちょっと10年ぶりにハンダ付けをしていこうかなと思います。できんのかな。で、一応なんか昔買ったハンダ付けセットがあるんですけど、これがねアホみたいにいろいろいっぱい入ってて、これハンダ固定を買おうと思ったら、なんかね同じ値段で2000円ぐらいで、もう絶対死ぬまで使わないなっていうものがうじゃうじゃ入ったセットが同じ2000円だったんで、あの 50% 引きだっていうんで買っちゃって、よっぽど売れてねえんだなと思うんですけど、まあそれの中からちょっとハンダゴテを、まあ、こういうのってやっぱね1回ぐらい使ってあげないとさ、せっかくハンダゴテとしてこの世に生を受けてかわいそうだから。何これ、今日はちょっとまさ、あ、お前出番来たぜ。お前の舞台来たよ。よし、これだけでいいから。あ、ハンダ。あとなんかこう、なんか電圧計とか、絶対使わないやつとか、テスターとか、なんか精密ドライバー、あとなんかニッパーとかも入ってます。いらないしね、別に持ってるから、別にもっといいの持ってるしなって思うんですけど。よし、じゃあちょっと俺にできるのかちょっと分かんないですけど、果たして酔っ払ってできるのかっていうのもありますけど、よし、ちょっと電源入れてきます。うん、え、入らないよ。これなんか温度調整とかねえだろうな。あ、すっげえ温度調整つまみがある。え、どこに合わせんのこれ。わかんないから、とりあえず真ん中辺にしとくか。ちょっと温度が上がるの待ちます。さすがにこれぐらいできんだろう、俺でも。わかんないけど。ハンダ付けって、まあ、なんか知らないけど、子供の頃はよくやったよね。なんかね、ラジオを作ったこととかあるんですよね。ゲルマニウムラジオ。知らないだろ、お前ら。ゲルマニウムラジオって。ゲルマニウムラジオってなんか電池もいらないような感じで AM ラジオが聞けるみたいなキットが子供向けのやつが結構売られてて、で、ハンダ付けをなんか5箇所ぐらいやるとできるみたいなキットが結構あって、多分俺がね7歳ぐらいの時に、8歳ぐらいかな、作ったことありますけど、俺はもう58歳なんで50年経ってるから
さすがにその頃よりはいけるかなっていう。ただ酔っ払うことにより30歳ぐらい巻き戻されてるから、果たしてできるんでしょうか。いや、まだ全然暑くない。これ温度どういうあれなのかな。もう老眼で見えないんだよね。ああ、これ、このぐらいだ。で、先っぽの形もいくつかあるんですよね。これかな。こんななんか、あ、これドライバーセットか。いや、先っぽの形もいくつかあるんですけど、まあ、これをやって、ただこれ結構ね、ちょっと視点変えますね。ちょっと待ってください。え、なんでテーブル映んないの？あ、もっとこう。画角に厳しい男なんでね。ちょっと待ってください。あ、やりすぎだな。バランスが取れないぞ。ちょっと待った。こっちかな。ああ、ハンダ付け久しぶりだわ。できんのかな。いただきます。焼酎たっぷり。良い子の皆さんがお酒を飲んでハンダ付けしちゃダメですよ。まあ多分しないと思うけど。どうかな。お、来た。よし。これ映ってんのかな。はいはい、来た。これに、ああ、これもうちょっと本当は線出した方がいいんだけどね。これをここにくっつけます。あ。温度が低い。温度上げます。ちょっと温度上がるまで待ちます。はい。温度低いね、これ意外と。え？はい、来た。着いた。ああ、これも、まあいいか。で、今度こっちですね。こっちの方が難しいかな。これをここにつけますね。結構一人でやるの難しいんだよね。これをここに。映ってないかもしれないけど。あ、いや、ちょっとまた線が中に入っちゃったんで。
なんでこいつ嫌われてんの？つかないね、これ。あ、ごめん、まあ。無理やり。よし、じゃあこれとこれをつけますね。ちょっと上に曲げるか。え、なんかいまいちやな。これでいいんじゃない？ちょっと待って、これ。メガネがないんだけど。メガネが見つからない。ちょっと待ってください。俺のメガネが。マジで見つかんないんだけど。動画なんでメガネ外してやったんですけど、マジで見つかんないんだけど。あった！はい、できました。できたけど、果たしてこれで機能するかどうか。ちょっと待ってください。果たしてこれで機能するのでしょうか。え、どうなのこれ。これ蓋か。え、何これ。あ、逆だ、こっちだ。あ、電池を。これアマゾンの電池めっちゃ安いからね。いいよね、これ。あれ、電池あと2つ。いいの、これで。さあ、どうでしょうか。あ、ダメじゃん。ちょっと動かない。何かが違う。いや、押してないのに。あ、OK。はい、来ました。OK ですね。というわけで、久しぶりのハンダ付けで直しちゃいました。
これね、結構ね、いろいろ買っては壊れ、買っては壊れでやったんですけど、これ結構ね、長持ちしてるんでね、いいと思いますね。こう、電動ミルの。塩コショウのやつですね。なんか知らないけど、線が切れやすいんで、切れたら、俺に任せてください。ハンダ付けできちゃうんで、よし。で、これ塩がねえんだよな。塩と胡椒か。もう一個動かないのがあるんだけどね。これはね、もう一個こういうのがあって、これがね、ひっくり返すと塩が出るやつなんだけど、これが壊れちゃってるんで、ちょっと今から分解して、もうちょっとやってみます。いや、でもこれは無理かな。